りました。世界プロレフリング選手権、この熱い戦いをさばききるのは果たして誰か。まずはレフェリー、レフェリーにボディチェックです。続いてレフェリー、レフェリーにボディチェックです。さあ、高々にゴングが打ち鳴らされました。60分一本勝負で行われますこの試合、はい、熱狂と興奮の渦も溶かしていますこのプロレフのリング。レフェリー、まずは相手の出方を伺います。おっと、レフェリー、ここでレフェリーカウント。レフェリーボディチェック、素早いボディチェック。レフェリー、これは効いてるか。ただビッグレフェリー、激しいブレイクです。おっと、レフェリー強気攻撃、突然のイエローカード、これはいけません。レフェリーが止めに入ります。おっと、レフェリーロープの入る強烈なブレイク。レフェリー、これはたまりません。ここでレフェリーボディチェック、ボディチェックの相打ち。レフェリー一歩も譲らない。レフェリーカウントオフ、ブレイク、いや、ブレイクの中でボディチェック。目まぐるしい展開です。レフェリーだ、レフェリーの兄、レフェリーが反応してまいりました。おーっと、カウント 2.5、 危なかった。レフェリー危機一髪、レフェリーブレイク、レフェリーボディチェックの相打ち。このままレフェリー、あっと、レフェリーもカウント。しかしレフェリー、ここはレフェリーか。レフェリー、レフェリー激しく、レフェリー、試合終了のゴングがありました。レフェリーの反則負けです。レフェリー、思わぬ反則負けを喫しました。レフェリーはこの勝利により特別試合レフェリーバトルロイヤルの出場権を得ました。来週はレフェリーシックスメンタックマッチ360分一本勝負をお楽しみに。来月はですね、1月9日10日に、県民文化センターショーホールで声を喰らいます。来月もまた見てくださいね。ガッグ